私も生きるからね。みっともなくたっていい。もっともっと一緒にいたいから。何をぼーっとしてんだよ。ひょっとして前にもこういうことなかったかって考えてたのか。ボールが飛んできてお前がよけて、きっと気のせいだな。お前は夢を見てるんだよ。夢じゃないっていうのか。
夢でないなら現実だと思うか。夢の反対って現実だけなのか、別のもあるんじゃないのか。夢って二つ漢字があるんだな。夢と夢。夢って二つ漢字があるんだな。夢と夢。ご主人様、お昼ご飯です。冷めないうちにいらしてください。知らない。ユイト、頭おかしいんじゃない？人生は有限の反復だからな。全然聞いてるけど、ループしてる証拠あるの？ないんでしょ？
どこどこ？ダメダメじゃん。質問。ループしてると都合の悪いことがあるんですか？都合悪くないならいいじゃん。楽しいことはいつまでも続いてほしいし。そうそう、嫌なことは永遠に遠回し。オフコース。ユイとは思わないの？あ、でもクリスマスが来ないか。それは大問題だ。でもいいや、私冬嫌い。でも秋が来ないと柿が食えないですよ。私スイカがあれば十分。ユイトはどんな果物が好き？え？色塗り明日には入れそう？見て見て、まだ予備レッスンなの。遅いでしょう。別名トロイの木馬。面白くなかった？ひょっとして、またさっきのこと考えてるの？ユイト、考えすぎだよ。ユイトの悪い癖。私、考えないもん。きっと人は勘違いをしているんだ。今日の次に明日が来るのが間違ってるんだよ。うんうん、きっとそうだよ。悩んでないで、さっさと絵を描く。絵は描かないと上達しないよ。Thank you.
落ちたらぐしゃぐしゃになるに決まってるじゃないですか。わーい。平野先輩、平気ですよ。落ちるは一瞬の恥、落ちたら一生の恥って言うじゃないですか。いやでーす。あら、いったー。おー、出てー。あれ先輩、どうして私の下にいるんですか？大丈夫ですか？こんなところ、よしみ先輩に見つかったら完璧誤解されますね。先輩、心臓鳴ってる。私、こう見えても平衡感覚抜群なんですよ。とび職になれるんだから。